これで大丈夫かな。音量を下げるしか。前髪切りましたけど、もうちょっと切りたいです。綺麗。ニキハイ経由できました。ああ、ありがとうございます。昨日ニキハイ、そうなんですよ。ニキハイの感想を教えてほしいです。あ、キルハいたの分かりました。あの写真見て、あっって思う。ニキハイ見れなかった、見れなかった。あ、来週もあるんで、来週も私いないんですけど、ぜひ見てください。ニキハイ観覧行きました。あー、やった。お嫁さん、お嫁さんダメだったんですかね。レベルアップできなくて、会場で見てました。 ありがとうございます。嬉しい。まーちゃん握手会来てください。ぜひ来てほしいです。いっぱい来てほしいです。みんなのお嫁さん、そう、みんなのお嫁さんですよ。ハッシー、ハッシー、あ、今日コメントくれたよね、ツイッターで。わかるわかる。握手券当たった、ありがとう、嬉しい。会いに来てね。あ、ゆうか、ゆうかありがとう。ゆうかわかるよ、ツイッターでコメントいっぱいくれて。ファンバッジ2個買った、見たよコメント、ツイッターでも、ありがとう。今日持ってきたっけな、あ、持ってくの忘れちゃった、自分の。中山さん、ある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 、ありますよ。あの、みちゃき推しかな、千葉。ゆめちゃんと目が合った気がする。目合いましたか、いつだろう。こんばんは、まつさん、こんばんは。好きなひらがな、そう、好きなひらがな私だけ言わせてもらえなくて、もう勇気満々だったんですよ。なんだと思いますか、好きなひらがな。ゆっちーさん、生写真直筆当たった、嬉しい。ゆゆまようゆめゆみ、あれまだないな、まだ正解ないですね。あ、あった、なおさん、なおさん当たり、なおさん当たり、好きなひらがなあです。全然関係ないんですけど、あなんですよ。あってなんかかわいいし、なんかいろんな文字書けるじゃないですか、いろんな書き方ができるから好きです。かわいい、かわいい。あーあー、ゆっちーさんし、あ、いちごさん、いちごさんでいいのかな、漢字読めない。いちごさんこんばんは、笑顔が好きです、ありがとう。バルキー、はらっぱさんこんばんは、初見ありがとうございます。自己紹介します。ラストアイドルの2期生の立ち位置9番、大場ゆめです。よろしくお願いします。初見、のんのんさん初見ありがとうございます。大場ゆめです、よろしくお願いします。見るの6回目6回目、5回かな、やったの5回目かな。とまなみちゃん、え、14日来れるの、嬉しい。14日ね、ちょっと緊張する、もう今から緊張してドキドキだよ。オセロさんこんばんは、イサちゃん、あ、イサちゃん来てくれるの、やった。アイタン
あいたん。昨日緊張してました、めちゃくちゃ緊張してました。昨日やばいですもん。あ、テテラバードさん、だるまありがとう、嬉しい。松本さん、松本さん、お花、お花ありがとう。ゆっちーさん、かぼちゃだ、かぼちゃありがとう。じゃ、昨日ゆめちゃん側だったの嬉しかった。あ、じゃあやっぱりそうか、ステージ側から見て左側にいた子かな、合ってるかな、多分合ってるかな。テストまだ終わってないんですよ、まだです。前髪切りました。歩き方独特、なんか言われちゃって、なんか歩き方面白いねみたいな。そんな面白いです、あ、普通にこう歩いてただけなんですけど言われて昨日の配信釘付けになって見てた。え、楽しかったです。私たちも配信してる側もすごい楽しくて、三拍子さん面白いですよね、すごい面白かったです。レイミ、明日テスト最終日、頑張って、今日勉強しなきゃじゃん夜。多分思ってる人がバルム、お、じゃ当たりだ。カモンベイビー、九州、九州、鹿児島しか行ったことないんですよ。鹿児島は行ったことあります。イッシーさん、ヒロナンさん、こんばんは。キルハ、昨日ゆめちゃんしか見てなかった、嬉しい。昨日のメンバーみんな可愛いから、しかもみんな人気メンバーで、あー、どうしよう、可愛いってずっと思ってました。自分なんか悲しくなるくらいみんな可愛くて水が甘い、そう、水めっちゃ甘かったんですよ。もうまずくて、お水がやばかったです。え、パルキ、同い年、同い年、同い年なの、覚えとかないと。高校3年生。ホタさんが一番だよね。そりゃ、まあ、まあ、かわいい。昨日、みちゃきのかわいい写真撮っちゃった。ケイさん、こんばんは。まなみちゃん、3個下、3個下って。中学校3年生かな。俺は高2、知ってる。鹿児島もう一回行きて、行きたい、行きたいな鹿児島。歌聞けると思わなくてびっくり。そう、私たちも 歌うと思わなくてびっくりしました、本当に、えみたいな。でもすっごい嬉しかったです、歌えて。でもやっぱり一期生の先輩方が歌ってた曲だったので、緊張しちゃって頭真っ白で踊って歌ってたんですよ。だから全然、なんだろう、もっと落ち着いてできるようになりたいです。プレッシャーやばそう。いや全然嬉しかったです、楽しかったですし。昨日ドモンヌコウさん、お、同い年、同い年だ。今日はレフ版ゆめちゃん、あ、光ってる、すごい光ってる、どうしよう、光っちゃってるのか。トーマスさん、トーマスさん、ケイさん行きたかった、来てほしかった。でもまだあるからぜひ来てください。そう、筑波に缶バッジつけたの見た、見ました、嬉しくて今日、あ、嬉しいってお昼の時間思って。学校で、ゆうちゃん名前呼んでほしい、ユンタソ、ユンタソ、ゆめちゃんとももちゃんを嫁にしたいです。二人嫁はダメなんですよ、一人だけですよ、嫁は、嫁一人です。服が黒いから白飛びしてるん、あ、そうなのかな。
ょっと我慢してください。今日は我慢して。今日かわいい。え、嬉しい嬉しい。今度時間ちゃんと作ってこれ巻きたいな、くるって。ゆめたん結婚してください。しーちゃん女の子でしょ。女の子じゃん2期生みんな嫁にしたい。12人いるよ、12人。ダメダメ。夢だけアイス、夢だけアイス。あ、どうしよっかな嬉しい。いつも以上に可愛くてツイン最高。ツインテールは全然しないで。なんか今日家族にいつも同じ髪型でつまんないって言われちゃって、なんかめっちゃうう言ってすいません火事かな。やばい、パトカー来た。やばい、迎えに来た。どうしよう。近い。ごめんなさい。治安悪くないですよ。治安悪くないです。うう言ってる。あ、ゆうかジャニオータね、言ってたね、コメント見た。あれ、私の友達、隣の席の友達もめちゃくちゃジャニオータで、いや、アイドルの方が癒されるよっていつもアイドル自慢してるんですけどハッシーはゆめちゃん髪押し？やった嬉しい。そう、なんかさ、ハッシーって名前にしてほしい。全然、そう、ハッシーってあの なんて言うんだっけ、ユーザー名みたいな、なんだっけなんだっけ、そうにしてほしい。今日服いい？本当に嬉しい。これもまた古着のやつなんですけど、え、嬉しい。私きっかけでアイドルにハマってんの？やった、嬉しい。そう、アイドルはね本当にいいよ。あのアイドルオタクさんみんな優しいし、あの何よりライブが楽しいです。コールがもう自分は言わなくても周りのコール聞いてるだけでもう楽しくって楽しくてイエーイってなっちゃいますそう、だからコンサートとかあったらぜひ来てみてほしいです。ですよね、楽しいですよね本当に。あ、梅丸さん初見ありがとうございます。梅丸さんの作り方、そう、どうし、なんだろう、何、どうやってやってんだろう自分。なんか巻いてるだけなんだけど、今日湿気があってなんかペロンってなっちゃう。どうしよう、言われると気になる。このままやろうかな。私の好きなアイドルはラストアイドルですと48グループさんが好きで、悪役測ってないな。でも右が23とかだった気がする。左忘れちゃった。欅坂さんすっごい好きですよ私。欅坂さんの曲ではめちゃくちゃ好きで、だから愛しか武器がない本当に嬉しいんですよ。もういい曲ですよね、本当にいい曲だと思います。もうなんか ここがグッてなります。そう、ケープでも湿気には勝てない、勝てない、湿気ダメですよ。もう NGT さんも好きです。乃木坂さんはあんまし見ないんですけど、私の友達が乃木坂さん推しですごい最近紹介されてます。だから勉強中です。だから私が逆にあのラストアイドルのことをめちゃくちゃ教えてます新しいケープ紫じゃないか。そう、情報交換、そ
そう、情報交換。キャストアイドル本人から教えてもらう、贅沢すぎ。全然全然、私はもうオタク、オタクです。もうただのオタクみたいな感じで、え、ここやばいからここ見てみたいな感じでずっと紹介して、モノボケ、モノボケ本当に嫌だったんですよ。あれ本当にどうしようって思って、恥ずかしかったです。クラス楽しいです、クラス楽しいです、すごい。昨日のリアクション良かった？良かったですか？なんか見せ場たくさんいただいたのに、全然なんかちゃんとリアクションとかできなくて、あーって思ってました。あ、リコ、リコちゃん、やっほー。モノボケでギブミファイブすればよかった。確かにすごい、それはあちゅ、あちゅすごい、そんな発想なかったね。ギブミファイブってやっちゃえばよかったかも。達也、達也、自然体で、自然体ね、自然体だと意外と静かになっちゃうかもしれない。なんかずっと笑って、なんか人のを見て笑ってることが多くて。あ、知らぬ間にギフトがたくさん来てた。どうやって見るんだろう、これ。ここか、ギフト読みます。アッシーだるまありがとう。ちょっと前髪もっと綺麗な状態がいいな。ありがとう。アッシーすごい、だるまいっぱいくれた。赤と黄色かな、これ。黄色？黄色と紫。嬉しい、ありがとう。好きなポケモン？ポケモン全然知らないんですよ。ピカチュウとかは知ってるんですけど。あ、ゆっちーさん、また会うた。ありがとう、かぼちゃ。ハロウィンだね、ハロウィン。ハッシーにします？ハッシーにしてください。リケハイ楽しかったです、すごい。あ、アイスだ。ゆっちーさん、ゆっちーさん。ごめんなさい、こんなアイスで。ありがとう、アイス。あー、どうぞどうぞ。千人超え、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、見てくださって。すごい、アッシーさん、青とみ緑、ありがとう。これなんだっけ、だるまだるまだるま、ありがとう。フォローしました、ありがとうございます、フォロー嬉しいです。初見さん、もしよければこっちかな、こっちかな、フォローのハートを押していただけるとありがたいです。初見さん、みやびさん、初見さん、ありがとうございます、来てくださって。ラストアイドル2期生の立ち位置9番の大場ゆめです、よろしくお願いします。ツイッターもフォローしました、ありがとうございます、嬉しいです。頑張って更新できるようにします、ツイッターも。あ、だるまタイス。え、めちゃめちゃ好きかもしれん、好き、好きかもしれん、嬉しい。嬉しい、恥ずかしい。あ、ゆっちー、かぼちゃ、かぼちゃ10個。そたこさんないの、自分でなるね。ありがとう。ブッス、ブッスとか言わないでよ。いや、今日でめっちゃ好きになった、嬉しい嬉しい嬉しい。ツイッターのフォロワー数もうじき8100人。
嬉しい。そう、発声に行ったんです、ありがたいことに。もう次は8500目指しましょう。8500人を目指して。あ、アキトンさん、かぼちゃお花ありがとう、嬉しい。とったん、花輪さん、ハートありがとう、ハートありがとう、ハート。手振ってください、手振って。チャーミー、バイト頑張ってるよ。バイト？そう、バイト頑張って。バイトって怖い、怖いじゃない、間違えちゃった。バイトって辛いよね。バイト辛いんだよね、わかる。バイトの面倒くささと辛さはめちゃめちゃわかります。え、梅丸さん本当ですか、ありがとうございます。推し編ちょっと怖いけどそう、2期生の子可愛い子もいっぱいいるし、いい子めちゃくちゃ多いので、はい、ぜひぜひ他の子も見てみてください。でも推し編はちょっと怖い推し編はちょっとえ、本当？台湾行くの？すごい、台湾行くんだ、珍しい。そう、私の学校も台湾珍しいって言われてて、ゆめちゃんって呼んでいいですよ、呼んでください。2回目まして、こんばんは、りなちゃん、こんばんは。ゆっちー、ずっとゆっちゃん推し、ありがとう、嬉しい。ガスト9年半やってた？嘘、それはすごい。うちは3年半くらいかな、やってたよ、ずっと。トレーナー好きだね。そうだね、あれだな、お部屋だと結構トレーナーとか着ちゃいます。あったかいし、なんかここに袖があるのが好き。アタラップ、アタラップ、アタラップ、ズッキュンしよう、ズッキュン。そう、前髪が前髪やだ今日。タマリン、ありがとう、来てくれて嬉しい。ファミレスのホールやってたの、すごい、すごい嬉しい。アゴピ、アゴピ、アゴピ、アゴピか、こうか。合ってるか。りょうちん、ありがとう。オーバー、オーバー。こうよ。性格いい方ですか？性格？自分、いや、よ、いいとは言えないと思います。いいとは言えない。なんか、よくはないのかな。多分畑美咲さんの方が全然性格いいです。もう本当に優しいんで、本当に優しいです。アイドルになってクラスの反応は、え、みんなすごいみたいな。頑張ってって言ってくれます。ごめん。謝んなくて大丈夫ですよ。いいと思うです。人見知りですか？そうだな、そんな人見知りしないと思います。結構話せる。投げキッス、箸覚えた。でも前あれだな、毎回ショールーム来てくれたらもっと覚える。サラダうどんが好きだった。サラダうどんね、美味しい。サラダうどんも美味しかった。毎回来てるよ、嬉しい。毎回来てるの嬉しい、本当にすごい。5回目、5回目。
コラブの大葉推しなのでラスライも大葉推しします。ありがとうございます。大葉です。大葉ゆめです。今どこまでギフト読んだかな。ハッセイさんの花束のお礼言ってないかな。ハッセイさん、お花ありがとう。お花、毎回チラッと見に来てた。いやもうチラッとでも嬉しいですよ。チラッとでいいです。全然チラッとでも来てくれたら嬉しい。次ハーフツイン、ハーフツイン、ハーフツイン大丈夫かな。やります。じゃあハーフツインします。次嫁にしたい、嫁にしたい、してください。うん、嫁にぜひしてください。あ、かわ、また来た、パトカー、救急車、消防車。そう、みんなのお嫁さん、これブーケ。そう、お嫁さん、なんか結婚してごめんなさい、ううまた言って。結婚してなんか子供ができて、で可愛いママでいたいです。それがすごい夢です。何歳くらいでお嫁さんになりたいかは、いやできるだけ若くて可愛いうちの方が嬉しいです。あのドレス着るじゃないですか。なんかすごいごめんなさい、こんなアイドルがこんな話しちゃいけないんですけど。そうだからレベルアップしなかったんです私昨日。ウェディングドレス似合いそう。本当ですか。またうう言って。早く会いたい、私も早く会いたいです。次会えるチャンスは14日です。14日。いや、おばあちゃんになったら多分本当にぶっさいくになると思う。あ、習い事お疲れ様。なゆ、あ、来れたの、ありがとう、来てくれて嬉しい。14行きます。やった、お花を。こあ、ヤシャさん、だるまありがとう。青と緑と、お、紫もありがとうございます。嬉しい。あ、また来た、オレンジ、黄色、ありがとう、嬉しい。14日行けないけど応援してるね、ありがとう、嬉しい。わ、赤、赤のだるまもありがとうございます、嬉しいだ。なんでだるまあんね。そう、だるま、これ受験の時にお母さんに買ってもらったんですよ。合格祈願のやつ。いさちゃん覚えてる、覚えてる、覚えてますよ。いさちゃんですって言ってくれれば、あーって。今来ました。なんか雰囲気違う、え、雰囲気違う、あれかな、ツインテールかな、今日してるからかな。え、トイレ禁止なんですか、アイドルって。トイレ禁止なんですか。そう、わかりました、トイレは言わないようにします。ゆうちゃん大好き、嬉しい。レイミ覚えてるよ、ありがとう。髪染めないの。髪ね、そう染めたいなって思ったんだけど髪傷んじゃうからやめなってお母さんに言われて染めてないんです。ちょっと前髪がしっかり負けてる今日、悔しい。ちょっと悔しい、ちょっと。あ、ルカさんありがとうございます。お花ありがとう、嬉しい。黒髪が一番似合う。本当ですか。じゃあ染めない、染めないもん。あ、ゆきんこわかるよ、ありがとう、缶バッジ、嬉しい。ライブ中にトイレ行きたいって言ったやつ。トイレ行きたい。
太郎、小太郎覚えてる覚えてる覚えてる。しーちゃんのイメージ、イメージ、かわいい、かわいいんだろうなって勝手に思っちゃってるかわいい子なんだろうなって。あとパンダさん、パンダさんの絵文字がついてたよね多分。みーにゃんわかるよ、みーにゃん番長湿気に負けるそんな言わないで、ちょっと櫛で溶かす溶かす溶かす、もうやだ負けたくない、湿気に負けてるよね今日負けちゃってる、悔しい。ほら前髪伸びてきちゃった。あ、そうなんですよ。え、びっくり、待って、かぼちゃ取れるえ、かぼちゃ多分落ちると思うので、落ちたら笑ってください。あ、待って、落ちる落ちる、絶対落ちる、ほら落ちた落ちた、まあいっかいやいや、予言者なんかミシミシ言ってたから、あ落ちるって思って。前髪になりたい、前髪になりたい、大切にします大切にしますよ、前髪になってくれたら。雑な性格、あ確かになんか面倒くさがり屋です。結構ゆうちゃんの缶バッジつけてたら嬉しい、嬉しいですよ、めっちゃ嬉しいです。初めてのグッズなのですごいもう嬉しかったです。あれ落としっぱなし、はい落としっぱなしで大丈夫です。おすすめのリップ、おすすめのリップはビオールさんのリップが好きです、個人的には。あとはイヴ・サンローランさんも好きです。今誰も飛んできた、ゆっちーさん、ゆっちーさん、だるまありがとうございます。青、お揃いだ、お揃いのだるま。なんかこうやってやると光飛ばなくなるね。イヴ・サンローラン、そう高いかな多分、ちゃんとプチプラコスメじゃなくてブランドの、なんかすごい顔面白い、顔面白い、面白い、なんかすいません面白い顔してんのか。14日行こうかな、えー来てほしいです、ぜひ。ジルのメイク道具好き、はい、え可愛いですよねあれ、すっごいめちゃくちゃ見た目可愛くてすごい好きで、天然、天然、天然ではないかな、天然なのか、抜けてるって言われます。14日行きたいな、仕事、私お仕事、お仕事頑張ってください、お仕事。画面越しにいい匂いする、え、いい匂いする、アイスのかな、これかなアイスの匂い。顔のコロコロって何、あの顔コロコロするあの小顔のフェイスローラーみたいなやつ、そのアイス可愛い、本当ですか、これめちゃくちゃ甘い匂いするんですよ。今何時だ、あ、21時10分半までなので、今日は半から、あの水野真奈ちゃんが、立ち位置2番の水野真奈ちゃんがショールーム配信、初めて多分1回目のショールーム配信するので、はい、それまで、そう、半から、そう、マナンチョス大好きな、時計の音しなくなった、そう、ここ違う部屋お部屋変えました、ここに。マナンチョスのも行きましょう、私も行きます、一緒に見に行きましょう、マナンチョスの。夢しか見えない、嬉しい
嬉しい、嬉しいよそれは嬉しい、一番嬉しい。和歌山、和歌山、和歌山ってどこだろう。和歌山、あ、口開いちゃうな、わかんないあれかな、関西の方かな。沖縄行ったことないんですよ。沖縄行った、行きたいです。関西、関西、関西。試験ある、小太郎試験ある、頑張って、頑張れ。私もあと1週間後に試験があるんですけど、萌え袖かわいい、大きいからなっちゃうなっちゃう。埼玉にぜひ。埼玉って何があるっけ。でも行くよ、多分埼玉行きますよ私。萌え袖使ってぶりっ子ポーズ。萌え袖を使ってぶりっ子ってなんだろう。ぶりっ子ってでもこうだよね、こんな感じ、歯みたいな、歯みたいな。試験頑張って、ありがとう、頑張ります。赤点取らないようにしますね。赤点取んなければ OK。 あざっとすいませんぶりっ子ポーズって言われたから。ほの夢配信またしたいです。お泊まりした時とかにしたいな。目標が低い、目標が低いそれももういいかなと思って。みんゆめは、みんゆめ、みんゆめしてほしい。みーちゃんに言ってみようかな、しようって。明日ファンレター書く、あ、そう、ファンレター、ファンレター届いたんです。初めてのファンレターが昨日もらって、初めて、はい、いただきました。送ってくださった方ありがとうございます。まあ、多分なんかもう5回くらい読んだ、すっごい嬉しかったです。おお、ファンレター書くよ。あきとんさんありがとう、嵐ありがとう、え、ゆきんこありがとう、レターセット買ってくれたの嬉しい。初めて、初めてもらいました昨日。書き方教えてください。え、もう何でもいいです本当に。一言でっかくバンって書いてくれてもいいですし、住所はあのツイッターの方に載せてあるので、投稿をこうやってシュンシュンって見てくれる。プレゼントも一緒に、え、くれるんですか、プレゼント、お誕生日じゃないのに嬉しい、待ってます。そうです、事務所です、事務所の方に送ってもらえば。プレゼント送っていいの。はい、あ、大丈夫です。でも、送っていいものとダメなものがあるので、多分肌につくものだけな、あと食べ物とかもダメとか言ってました。店に行く、店に行く、あ、本当だ、もうちょっと、もうちょっと。ペットになれ、ペットですかお嫁さんじゃなくてペットですか。愛は届きますか。はい、届きます全然届きますよ。誕生日、そう、愛吹の発売日の次の日なんですよ。すごいですよね。あ、またプレゼントが。松本さん、ハートありがとう。松本さん、昨日の2期杯1位だったかな、私が見た時1位で、あーって思って、すごいです、おめでとうございます。ゆっちーさん、アイスありがとう。しょうさん、あ、しょうさん、だるまありがとう。やしゃさんもありがとう、だるま。そのアイス、いい匂いするの？匂いするんです、これ。甘い、甘い匂いが。めっちゃ甘い匂いします。前髪が湿気に負けてて、悲しい、今日。負けてる。
また握手会行く？やった、来てください。あ、顔俺と似てるあれ、生き別れの双子かな。もう今時間何時だろう、2000人いった、やった、嬉しい。東京タワーのぬいぐるみあげたら、確かにタワーないんです、タワーがないんですよ今、なくてすっごい困ってます。今日スクショタイムいりますか。2000人パチパチ、嬉しい。欲しい、いる？いる？今日ね、あれ持ってきた、じゃん、ミッキー、これ好き、銀色のカチューシャ。映らない見て、映らない、映ってる、これで勝てた。なんか背もたれに寄っかかったらなんかあれだね、しゃがんで、しゃがめない。ニキハイのネームプレート、あ、あれそう、みんな裏にサインとか書いてたらしいんですけど、私サイン書いてなくて、変なクマ、クマみたいなのお絵描きして、でなんかめっちゃ書いちゃったみたいなすごいなんかすいませんって感じのやつでした。椅子が社長そう、ピンク、ほんそう、ピンクも欲しかったんです。これ銀色、飛んでる、飛んでる、うっそ、いたたたた、何がいいかな、スクショタイムしようかな。キルハ14の時自己紹介、はい覚えます。スクショタイム何がいいですか。ひみこポーズ、ひみこってなんだっけ、こうだっけ、あれこうだっけ、あれどうやってやんだっけ。ラーメンポーズ、ラーメンってどうだろう、こんな感じ。そう、服顔やめて、服顔できない服顔できないから、笑顔？ウィンク、ウィンク、ちょっとごめんね、目自分で言ってたよね。一本指にしてみる、できてる？さっきのタコさんはタコ？うんふん、ブスって言われるからやだ、これより目こないだやって、なんかブスって言われたやだ、髪が反射してる、え、見えてないのこれ、よいしょ、剥がしちゃった。これはツイッターのやつです、よかったらツイッターもフォローしてください。なんでプク顔できないの？プク顔苦手。うん？できてるかな？シモマにいたわ？え？立てたってこと？お風呂はまだ入ってません。前行く、やばい時間、やばい時間、やばいね。ちょっと
ペン。あと10分。やだー、あと10分。マナンチョスの配信行っていい？いいよ。行こう。うちも行く。一緒に行こう。あっという間、そう、あっという間だね。もうやだー。やだ、そう、スクショ。半目は絶対やめてください。半目はフォルダから消去してください。ギザギザ分け？そう、ギザギザしてる。今日。あと3時間 ?3 時間見てられる。本当に3時間喋ってられる。うちも。マナンチョス配信で会おうね。うん、会おう。マナンチョス配信に行きます。頭ごめんなさい、OK、ごめんなさい、頭もう頭見せない。ゆめちゃんしか興味ないよ。嬉しい、ありがとう。何何、チャーミーって誰だ。ピンの止め方真似した、このバッテンかな。そう、ちょっとどうしよう、下向いたらねダメだからね。今日もスクショ加工送るね、ありがとう。これ、これやり方なんかね、こうやってピッ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 ってなんかピンみたいなとんがってるやつでピッ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 って。そう、ランキング、そう今ね、そう今日ね書こうって思ったのだからね、外頭皮って言われるからこっち行く。やだ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 、頭皮見せない、もう見せない。ごめん、こっち行くわ。やられたわ、やられた。やだ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 。頭皮になりたい。そう、かぼちゃ、かぼちゃ吹っ飛んじゃったんですよ、さっきバンって。達也試験だから応援してやって。達也さん頑張ってください。100点、100点取ってください。吹っ飛んだ、盛りすぎ。待って、そう、書くの、書かなきゃいけないんだよね。どうしよう、字下手って言われたら。え、何、ちょっと順位変わった、ちょっと順位が変わっちゃったよ。順位変わっちゃった、ごめんなさい。さっきまでの やつ書いちゃってるんですけど、しょうがないかな。やばい、時間やばい。あと5分、あと5分、やばいやばい、やだ、あと5分。ごめんなさい、無言で。すごい無言で書いちゃって。明日体育祭？いいし？
明日体育祭頑張って、怪我しないでね体育祭。ハッシー後でツイッターリプ待ってます、ハッシーですって先に言ってね。4位、はい、まずは13位から4位の方、アイブキ歌って。歌苦手だからな歌上手に歌えないんだよ。見えないかな、見えるかな、見えますか皆さん。ごめんなさい、ノートに書いちゃったの。見えますか、13位の方から、やっすさんありがとう。12位、松本さんいつもありがとう。11位、翔さんありがとう。10位、アッシーさん、アッシーさんありがとう。9位、おにぎりさんありがとう。綺麗な字書く、嘘。次、8位、ブランプーバさん、ありがとう。7位が嵐さん、ありがとう。よいしょ。次、6位、ブラックさん、ブラックさんありがとう。5位がハッセイさん、ありがとう。10枚ありがとう、嬉しい。4位、アキトンさん、アキトンさんありがとう。そうそう、気づいた、やった。6位からね、ありがとうの文字がついてるんだよ。ではではでは、ちょっと時間過ぎちゃいそうだな、やばいな。3位の方書きます。ちゃんとスクショしてね。はい、では3位と2位の方なんで6位から、6位、なんでだろう。あと1分、やばい、じゃん。3位、兄さん、兄さんありがとうございます。じゃーん、じゃんじゃん。次、2位の方、ヤシャさんありがとう。じゃーん、ここにこ、なんだっけ、言葉がつきました、イエーイ。よし、1位の方を書いて、お、1位の方、じゃん。あとはこの間も活躍しました、よいしょ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 、前髪もね、湿気に負けてるから。今日じゃん、1位の方、ゆっちーさんありがとう。トロフィーとクマとちゃんとスクショしてね、書いたんだよ、学校で書いた。ゆっちーさんおめでとう、隠れちゃダメか、おめでとう。トロフィー欲しい、みんな頑張って1位取って、嬉しい、ありがとう。やっぱアイドルオタクさん優しい、みんなでおめでとうって言えるからね、本当に。あ、落ちちゃった、ありがとう、今日もありがとう。あれよ、次回はちょっとここに1位の人の名前入れたいなって思った、どうかな。すごい？本当に？
待ってます。これはやばい、本当にやった、嬉しい。夢の隣いいね。今日ゆっちーさんが1位、おめでとう。嫁じゃん。今何分だろう、やばい、30分になっちゃった。今日は一発で切りたいと思います。さあタワーカネ、いつやる次、どうしようかな。明日もしかしたら30分くらいやるかもしれません。それか明日か土曜日にやりたいと思います。土曜日だったら多分お昼かな。明日は夜、もしやるとしたら明日は夜で、土曜日がお昼にやりたいと思います。ツイッター見るね、ありがとう。お昼か、ごめんね、お昼なの。そう、お昼しかできない。昼やだ。あ、今来た、終わっちゃいます。今終わっちゃいます。じゃあ最後に、そうですね、マナンチョスのところで会いましょう。皆さんこのままマナンチョスのルームへ、あと私のフォローもお願いします。ツイッターの方も、ツイッターの方もあるので、こちらです。もしフォローしてくださる方はスクショ、カチャ。お疲れちゃん、ありがとう。また皆さん会いましょう。明日か明後日ですよ。バイバイ、またね。